はい、数字。慣れ慣れしいやつだな。プラトー、なんてなんすかね。とりあえずゴールまで走ればいいんだろ。ブースター付きの機体の方がいいってよ。それならジョッキー高速型にもついているが。ズーマーっていうレース用の機体を買えるみたいっすよ。戦闘用のこっちよりはマシだろ。ズーマーを買っておけ。レース用とか弱そうなんだけど、1万で買えるなら買っとくか。おいおい、ジャッジくね。レース用の軽量機体っすからね。まあいい、サクッとレースクリアして企業レベルを上げておこう。行くぞ。橋を通って。いきなり落ちたちゃうねん。機体性能がわからなかっただけでね。ほん、ちゃうねん。気を取り直して、もう一回っすよ。正面のはジャンプ台ってことだろうから、正面突破したらいいんだな。飛びすぎで失格だとよ。なんで？ちゃんとゴールできるよ。最短経路っすけど、レースにならないっすよ。わがままだな。ルールだっての。ゴール。ゴールじゃねえよ。ほら、スタート地点に戻って。クソだる。最初のジャンプは罠だから回避で。いや、お前が飛びすぎただけで罠じゃねえよ。次のジャンプで本気出す。運転がめっちゃ慎重になってるっすね。操縦性能がピーキーでな。加速力高くて慣れない。脳みそが追いついてないんだな。お黙り。ここでジャンプ。ブースターを慎重に。よしよし。こっちもジャンプで。小刻みなブースター。そのままゴール。やったっすね。報酬を確保したら、またスタート地点に戻らないとな。クソだる。お、これは飛行機のパーツか？プロペラだな。でも、主翼パーツないからまだ無理。どんどんミッション受けて、レベルを上げるっすよ。ところ変わって、ホバーユニットのトレーニング。1万でホバーユニット買えるってよ。またチャッチーホバーなんだろ？ホバーパーツはアンロックしていないんだから、買うしかないだろ。じゃあねえな。あ、トレーニング中は充電しておくか。だっすね。お、結構まともじゃねえか。さっきのやつと同じ値段とは思えないな。これで1万って安いな。おい、何機か買っておくか。いいからさっさと訓練終わらせろ。まっすぐ飛ぶだけでいいのかな。簡単だろ。余裕だな。開いた。おい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 、マジで？こんな初歩的なコースで事故るか。当たり判定が悪いねん。なんちゅう言い訳の仕方してんだお前。ありえないっすよ。お前ホバー操縦禁止な。次からは俺がやる。自分が運転したいだけだろお前。いいや、お前のホバー適性低いから危ないんだよ。いいか、俺の操縦見てろよ。ゲートにぶつからずに攻略してやるからな。ゲート前で一時停止とか、そんなんだったら俺でもできるわ。開いた。やった。おいおいおい、おっとっと。お前、あんだけでかい口叩いておいてこれか。言っておくが、お前だったら爆散していたからな。俺が操縦しているからこの程度なんだぞ。身の程をわきまえろ。勝利宣言できるような操縦じゃないと思うっすよ。いっそ犬にやらせてみよう。いいっすね、頑張るっすよ。犬なんかにできるわけないだろ。とりあえず、やらせてみよう。スタート。カーブに気をつけてっと。スピンしないようにな。ウエッス。いいじゃないの。ぐぬぬぬぬ。ブレーキドーン。やめれ。ゴールっす。もう道熊はコバー担当でいいな。わい。だったら俺はヘリか飛行機の担当だな。いや、どっちも適性を見てからだろ。む。それじゃあ、今の調子で次のトレーニングを頼むぞ。お任せっす。ドリフトする感じでカーブを攻めるっすよ。おのれい、自分だけで番増やしやがって。いや、お前が普段から出しゃばりすぎなんだが。よし、いい感じっす。犬が目立つのは面白くねえな。お前が目立つと面倒なんだが。お、ゲートが低いぞ。大丈夫っすよ。いいねえ。近く、カモン。ちょっと逃げろ。ゲートを抜けながら。そんな無茶な。あと少しだ、頑張れ。あわわわわわわわ、被弾してやんの。そしてゲートにぶつかってやんの。援護射撃開始。ご主人、ゴールしたっす。ちぃ、てめえ、降ろすぞバカ猫。鉄器
殲滅。助かったっす。おい、クソ猫。なんでしょう。けじめつけろや。いやー、運悪くレース中にライバル機が来ただけですにゃ。こんなことってあるんですにゃ。いや、大事なくて何よりですにゃ。こいつ捨てていきません。さあさあ、気を取り直して。ベンチャー車の 300m ダッシュミッション。ジョッキー高速型で難なく攻略ですかな。ほんと調子のいい猫だこと。ライセンスレベルアップですにゃ。おめでとうですにゃ。普段の言動を知らない人から見たら可愛いんだろうすけど、素を知っている自分らにとってはひたすらうざいっていう。それな。採掘場は順調に稼働中。採掘してベルトコンベアで運ぶの好き。お、なんかジェット化してんな。せっかくなんで推進補助に搭載してみた。車体重量に対して貧弱なロケットっすけど、効果がないわけでもないからな。これまで重くて登れなかった急な傾斜もブースターを使えば登れるようになった。そして自然大破壊。適度にキコる。キコルスキーっすかね。車体のデータ名は滅ぼすキーだったぞ。破壊、殲滅、いずれも適度。真っ赤に謝れ。前方の障害物は殲滅するって思想はキコルスキー由来だよな。お、飛行機。俺にやらせろ。ええ。飛行機はご主人のお箱じゃないんすか。車とホバーでお前ら分担してんだから俺にもやらせろ。勝手に乗り込んじゃって。ああ。一緒に乗ってあげないんすか。汚れたくないから。ええ。行くぞらー。トモキャット、行きます。100個い。うおーおーおおこの。機体が軽すぎて。こんにゃろ。機体が暴れる。ウェップ。エップ。ああ。クリアはできたみたいっすけど。ビボビバブイ。エップ。言わんこっちゃないな。遠隔操作でアイハブコントロール。下ろして。下ろして。新品の飛行機なんだから汚さないでほしいっすよ。早く下ろして。操縦桿に触るな。おろろ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 。これはひどい。それじゃあ、クソ猫、偵察飛行お願いね。いや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 、やっぱ飛行機無理だから。おい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 。操縦は俺が遠隔でやってやるよ。だったら俺を乗せる必要ないだろ。下ろせよ。これは虐待案件。自業自得なんで。撃たれてる。めっちゃ撃たれてる。ベンチャー車の高速車両が追いかけ回してきてんな。車に追いつかれる飛行機。しかも腹のある地形で。飛行機のメリット何もねえだろこれ。さすがに練習機で最前線の強行偵察は無謀だったっすね。とりあえず、地形を縦に振り切ろう。適当なミッションを探していたら侵略者が。フィールドボスってやつしかね。前みたいにメガトンキャノンをゲットできるかもしれんが、さすがにこの機体では無理だから退散。貴重な飛行機パーツを失うわけにもいかないしな。そうっすね。ところで猫がおとなしいっすけど。気絶してるわこいつ。また機内ゲロまみれなんぜ。猫に掃除させよう。回を重ねるごとにかぶせてくる猫が悪いねん。飛行機はやめて、ホバーで探索しよう。購入したホバーを参考に、新しく作ってみようか。例の炊飯器の失敗作っすか。さすがにパーツが足りん。それに、造形も失敗しているから使いたくない。翌年パーツを使いこなせなかったっすもんね。まあ、手持ちのパーツでどうにかするしかあるまいて。そんじゃ、トランスフォーム。一気にごつくなったっすね。充電が完了してから探索開始。そんじゃ、運転はホバー担当の道熊に任せるぞ。ういっす。なんだこのゲテモノホバー。復活一言目で喧嘩売ってんのかこいつ。事実だろ。あの洗練された未来的なホバーが、こんなごちゃごちゃしたメカになってんだぞ。あん。おん。あ、でもブースター装備でいい感じっすね。ホバーは投範力を気にしないで済むのが利点だな。姿勢制御さえできれば使いやすい。ちょっとブースター位置が高くて高度が下がるのか。次の改造で修正しよう。こいつの名前はなんなん。モスマン。なんで？ジャージーデビルにするか迷ったんだが。なんでユーマ縛りなんだよ。いやだって、ホバー入門機って UFO チックだったから、オカルトっぽいかなって。また、謎の脳内マジカルバナナ。UFO からオカルトはわかるんすけど、なんでそこからユーマに繋がるんすかね。脚部が鳥の足みたいで、黄色いからチョコボにしようかと思ったけど、さすがにチョコボには見えないなって思って。それでなんでユーマになるんだって話だよ。
なんでやろうな。そんなこと言っている間に、ホバートレーニング終了。ホバー機体が購入可能だったから、パーツ取り用に購入。この機体、省力とか追加された改良型らしいぞ。おかげで購入することでパーツもアンロックされた。パーツアンロックも目的なんすか。資金が1万切ってるぞ。ベースに戻って集金しないとな。とりあえず、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。速やかに撤収。